はい、せいせいせい、乾杯。ちょっと今日ガールズトークな感じでお願いいたします。はーい、おーいしい。やばい、すでに私でもちょっと撮影とかと忘れてる全然素に戻る。そんなもんだよね。そうですね。何これすっごい食べたい。でも今のさ、ギャップ、お酒飲みそうで飲まない、吸いそうで捨てない、タバコも吸わないんだ。料理できなそうな爪で料理できるみたいな。でもそれを言いふらすのどうなん。私できますみたいな、私よく言うやん私も肉じゃがとか言うから、うん、肉じゃがとか古いねんけどとかあるねんか古いんじゃなくて、古いんじゃなくて私も肉じゃが好きやから極めるわけよ。でも美味しいよね、肉じゃが。美味しいよ。もうすごい、あのコロッケとか作りだめるタイプよ。いやあの凍らせとくタイプね。閉じてあげるみたいな。食べたい。私ね、この間先生んちで冷蔵庫開けたら、なんかボールに濡れ布巾がかかってたのできるっぽくない。なんかボールに濡れ布巾がかかってあれ何入ってたのねで1週間ぐらい経ったら中の小麦粉がパリパリになってたそうな。あれ小麦粉なの。うん、お好み焼き作ったの。あ、そうなんだ。レッキン感ができる女って感じがして。でも一緒にお酒飲めるっていいよね。分かる。あ、でもだって思うもん、お酒飲めへんけど家でなんかこう、パンって2人回って、お疲れみたいな言ってみたい。でも帰んのはもう1時2時やろ。そんな時間から飲んだら次の日こんなもんボディータッチとかがこうちょっといいよみたいな。基本そう受け継いで、そう受け継いだから、ちょっと二日酔いでかな、あのちょっと辛い肩も凝ってる彼をマッサージして。ボディタッチ。私好きな人の体をものすごいマッサージしたくなるでしょ、うん、それをそう。だって彼氏も気持ちいいし自分も幸せやねんで。だけどでもそう思えるのがすごいよ ね。私なんてだって自分疲れるやんみたいな。え私の方が勝手に思えるやれよみたいな。なんならやれよみたいな。やってくださいよって感じだもん。そこの考え方の違いやな。えじゃん、結構いないですよ30から。年下どう。え、かわいい。なんで、なんか私年下の騙されたらムカつくもん。なんでかわいいの。やめてんのかみたいな、うん、私年下ダメだわ。なんで。なあ、うん、でも、くまちゃん23だもん。あ、そうだ、だからだよ。だってみ23の年下やから、それはダメだ、ガキやから。クソガキやから、なるほどね。そうかそうか。だって私、28とか27でも年下だもん。あ、そうか。あ、そうか。可愛くてしょうがない。みたいな。あ、このパンこれつけたら美味しい。うん。すいません、かです。だよね、年下いいよ。あ、年下や。あ、そうだ、年下だ。だって年下だって許せることが多い。でも夫人がちょっとやっぱ変じゃない。じゃ絶対浮気されてんねん。だってな、だって1週間に1回でいいって言うねん。だもん。いやいや、1週間に1、2回。一緒やん。そんな一緒、そんなすごい女ちゃうの。大丈夫。大丈夫。少ないの。心配ない。え、え、え、ま、週1回の人。私ほぼ毎日じゃないと無理で。できれば毎日会いたいけ。月1回で。なんでやな。結構仕事が増えるみたいな感じになる。年に12回ですけど。そう、12回、飽きないです。そうだよね。飽きないです。じゃあ分かって、2週間も未満だよ。え、おかしい。本当に好き。
って聞きたい。だってまゆみちゃんはだって本命とはエッチしてへんもん。7年間本命とエッチしてないじゃん。1回前でパリスとエッチしてへんってどういうことかな。ほんまになんでだろう、ね、タイミング失ったとか言うんだけど、タイミングなんかいつでもそれ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 今更今更なので恥ずかしくない。でえっ、ガジだろ。えガジじゃない。いいなみたいな、いいなみたいな。フェイバリットメンズってこと。そうそう、一番順位的に一番。何位まであるの。それ5位ぐらいまでいる。でもだってさ、最近のメンズのこう恋愛に対するモチベーションの低さは、うん、マジやばいよね。どういう意味、どういう意味。なんかだってさ、うん、自分から動くメンズとかって少なくない。告白とかでも、私の歴代ずっと待ちよう。待ちようでしょ、うん、全部ここ歴代。そうやな、れんちゃん。そうされたことねえな。私もやもん。私も告白される前にも言っちゃうから、トッキーみたいな。だってお寿司で寿司って言っちゃうぐらいもん。そうや、大寿司って言っちゃうぐらいもん。でも私マチコだからさ、マチを増えると何にも始まんないじゃん。まあやな。あメンズこれから世の中メンズが変わるべきな。マチコにはこう来るとかじゃないの。全然来ないんだ。お互い牽制し合いみたいな。そう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 、どっちがどっちが告られますタイプの人。これやん。これだと最近もうバンバンも上手、お続き上手みたいな。ちょっと上げてる。今で上げた。1回目に上げた。面白い。だって私がなんか好きな人が電話番号教えてもらえへんって話をしたんやんか、無人子に。そしてなってたっけ。なんかそしたら婦人子は電話番号がないって言って、で教えてもらえへんって言ったらな、あごめんちょっと消えちゃったから、あのもう一回教えてもらっていいって普通に聞いてみって聞いたことないのに聞いたことないのに聞いたことないのに、かわいい。ごめん、ないみたいな。で言えって言われて、そしたらそれいただく。なるほど。それなんかそれどうって言われて、えっつって、いい人すぎて大丈夫かいと思う時もあるけど、でもいい人がやっぱりいいわみたいな。いややっぱ中の女やな。やっぱ顔で選ぶんでもなきような。私言ってたん、あのやっぱり男はな、いや例えばみんな好きな人が、うん、あの一番に何がいいとかっていうのはちょっとあるやん、うん、一番私やったら一番いいのはやっぱ面白い人やな、うん、一緒にやっぱ笑いが大変家庭を欲しいから面白い人で、2番目は、まあ、1番だから笑いの趣味がある人やな、うん、で2番は何やったっけ、面白い人、食が合う人で、3番目は何やったっけ。あれ1個ずれてない。2番が面白い人じゃん。一番の人。一番あれ分かんない。一番笑いが一緒の人ですか。そう笑いが一緒ですよ。で二番が食事で、三番目が少年性。少年っていうかな、子供心を忘れてない人。あそうだそうだ。やねんな。でな、こうやって考えた時にな、あそうほんでな、うん、こう思った時に、うん、一番を求めたらあかんねん。え、うん、要は自分の中の情やろそれって。ああ。で中の情の男がいいね、私の経験上な。いや例えばあの顔が一番やと思ってても、例えば顔が全てやと思ってても、顔で選ぶんじゃなくてまずその2番目のもので選ぶ。そしたらバランスいいね、ものすごい。例えばこの人めっちゃおもろいけどめっちゃ自分好きやねんなとかなったらめっちゃ気持ちよくない。気持ちよくない。紙一重やろ。だからそういうその1番を主張した人じゃなくて2番がものすごい優れてる人を選ぶのが一番いいと思ってますよ。だから中の上を選べっていうのよく。だから中の上っていうのは顔とかで決めるんじゃなくて、全体的にその人っていうか自分が今まで見た人口の中のトータルレベル その自分の一番いいっていう人を狙うんじゃなくて、まあもちろん1回目は狙うよ。でも続かへんねん。わかる？私も大体顔で選ぶと続かへんねんけど、結構やっぱ面白い人とか、ようご飯うわーって一緒に食べてて美味しいって、やっぱ豚骨ラーメンよねって言ってる人がやっぱ楽しかったりするわけよ。だからやっぱりそれ、私はだからそのなんていうの、上の上を選ぶんじゃなくて、あの中の上を選んだ方がいいって思う多分なわけよね。そうそうそう。だからワースト3ももちろんそうやもんな。ワースト3は？え？
私、やっぱ人の話聞かへん人、私自分の話聞いてほしい人やねん。私があんまり聞かへんやけどもちょっとやねんけど、私は仕事の倖田來未の話とくーちゃんの話をものすごいしたい人やから、ものすごい話したいの。だからそれを、へーそうだよって楽しんで聞いてくれる人。で2番は、あ、聞いてくれへん人がムカつくやろ。で2番はやっぱそのちょっとナル的な、で気づいたらトミーみたいに鏡見て電話で喋ってくれる。今日それやね、実は。気づいたらやつはあの、鏡の前で電話してたりするから、気づいたらね。いや、やつは昔かっこよかったからさ、痩せてる頃かっこいいんだよ。見たい。残像がね、忘れられないから。そうそう、残像があんねん、やっぱり。吉田先生こう喋ってんのに、あ、いやいや、そうじゃん。後ろにこういう後ろの、いやいや、鏡の子、いやいや、いるよな。で3番目はやっぱその、やっぱ大人びてる人な。アホほどなんか大人びすぎてる人でもなんか、いや俺はもうそういうのはって言われたら、私ミッキー大好きなのにみたいな話になるから、私ティッシュ好きなのにって言われたら、そうそう、やっぱそこはちょっと、はーい、お客さん多いな、そうそうそうと思うわけよね。私はもちろん情の情狙いで。そうやろ、情の情、情の情狙い。でも今情の情じゃなくなりかけてるやん。何だ、前は情の情行こうとしたけど、今は中の情に行こうとしてんねん。あー、そこ来るとき、ほれな、ほれ、まゆみちゃんがそうやねんから絶対そうやねん。確かにね、中の情もいいよねみたいな。ほれ、上の上じゃないねん。すべてが A ランクじゃなくて、ちょっと B ぐらいの方が可愛く見える。そう、安上げるし、可愛く見えてくるし、愛情もしっかり持続する。絵にガーンって上がって終わりじゃなくて、あの人は上の上。いやだから顔の話やろ。顔はね。でもそこはいかへんって言ってるやん。ああ、なるほどね。そう、顔で選んでるやから。だってまゆみちゃんに言われても、やっぱあっちゃんみたいな、あっちゃんみたいにがっちりしてて色黒で、ちょっといかつい系、いかつい系の方が似合うのに、いつもフェミニン系を好きになるやん。私やっぱな、多分な、前世の男やと思うねん。私の思うにな、多分仕事もこんなんやろ、うわーやろ。私は好きな人に家で待っててほしいタイプやねん。え、ブーでもいいの？いや、でもブーは嫌や。でも一生懸命夢に頑張って、向かって頑張ってんだけど、おかえりって言ってほしい。いいからじゃなくて、待ってたくないな、私は。なるほどね、寂しがり屋だから。そう、あれで、でも二股はしないタイプでしょ。私二股できひんねん。二人の人同時に愛されへんのよ。なんでなの？私もできへん。だって割り切ってセックスもできへんから、それがね、今のちょっとこのしぼんできてるおっぱいに表現されてるっていうか、うん、ほんまにおっぱいのでかさ、モロッコの時は全然違う。全然違う。ここの細さは一緒なのに、おっぱいの時全然違う。どれ？あ、ちょっとちっちゃいね。ちっちゃくなったよね。スモール化現象。やっぱりね、フォルモンはね、やっぱ分泌しなあかん。そう、脂肪じゃないね、ラブが詰まってる。いいこと言う、ラブが詰まってる。みやちゃんもラブ詰まってるやん。ものすごい詰まってるやん。最近詰まってます。詰まってる。出たー、頑張らないと。見たいな。いい言葉だね、おっぱいにラブが詰まってるって。そうね、存在のこう、なんていうの、この空気感、空気が欲しいからっていうタイプやから、一人じゃ無理やね。なるほどね。そう、こう息遣いとか。私だってチューしてるだけで超気持ちよくなる。なんで笑うんですか。そんな、そんな子供だましな的なね、子供だましな的な。おかしい。上から目線なの、これは。真由美くんはすぐにね、もう大人の発言しちゃうから。そう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 。え、何？